皆さんこんばんは。ひろゆきの夕暮れは天使と一緒にメインパーソナリティの杉山ひろゆきです。霊視カウンセラーのなおです。よろしくお願いします。お願いします。リモートです。ね、今日はどうしたんですか、ね、どういうことで。なおさん3ヶ月連続のそうですよ。本当ですね。いや、全然なんかあのスタジオ来れなくて、さては呪いでもかけました。杉山の呪い、ひろゆきの呪いですか。僕の呪いですか。できませんよ。今日ね、ちょっとね、はい、ゲストいらっしゃるんです。はい、そのゲストどこに行きましょうかね。ちなみにそちらはどこですか。今日はですね、はい、自宅なんです。まさかあの噂の杉山ハウスですか。杉山ハウスって言うなんで杉山ハウスって。そこのですね、はい、噂の、京子さんの部屋になんとは潜入してる。あれはもしかしてメディア初ですか。これ初なのかな。どっか取材があったんじゃない前。いやでも動画は初かもしれないですよね。動くのは初じゃないですか。ねえ、うわあ、どんなんなんだろう。ちょっと楽しみです。いやもうね、とんでもないですよ本当に。じゃあとりあえず行きましょうか。はいはい、お願いします。おお、なんか新鮮。では早速行ってみましょう。はい、はい、お願いします。ドキドキする。俺もねドキドキするんですよ。ようこそ My dream room。 こんばんは。こんばんは。あ、こんばんは、なおさん。改めましてよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんかすごいですね。まあ、来ていただいたけど、さらに、うんうん、あの来ていただいた頃からいろんなものが増えて、一度なおさんチェックを入れてほしいなっていうのはあったんですけれども、はいはいはい、そんなわけで今日は私のプライベートルームから放送させていただきます。すいません、なんかお恥ずかしい。素晴らしい。そうですか。まずあのいろんな多岐にわたってるんですけども、私の趣味がこけし集めとか、あとブライスっていう人形をカスタマイズして自分で作り直すということもハマっているし、あとフィギュア集めとか、うん、まあで結果こんな部屋になっちゃったんですね。で今回はまず一番最初に、はい、ブライスを見ていただきたいと思います。はい、ね、でこのブライスはもともとある顔を私が、はい、パーツごとに変えまして、うん、作り変えているものなんですね、うんうんうん、なるほど。これあれですね、画面越しに霊視ってやつですね。じゃあまず私の部屋ですね。はい、まずブライスの前に私の部屋だとお見せしましょうかね。すごいですね。こけしはな、主にヤフオクのお世話。この辺はちょっと昔懐かしのおもちゃなんかありますね。キョッコリ、ひょうたん島、天才バカボンも、そういうフィギュア。あとまたこちらがこけしですね。こけし、こけし、こけし、すごいな。こちらはなんかいただき物もあるんですけれども、あの孫悟空もいますね。ドラゴンもありますし、あと煉獄教授もいますね。あまあすごい、いろいろあるんですけれども、一番最初に見ていただきたいのがこのブライスで、これ私作り変えたんです。顔のメイキャップも変えまして、はいはい、髪の毛を切りまして、うんうんうん、そしてこの着物はあのうちにあった古着を利用して作ってもらえないかと、それである方に、そういう専門の方にお願いして作っていただいた着物になります。この古着は私の祖母が着てたもので、だいたい着物っていうのはあの、着てた本人から娘へ、姪っ子へ、姪っ子の妹へ、またその娘へというふうに、みんな着回すものなんですよね、昔の、うんうんうん、だからものすごい何台も着てたもので、うん、それでいくつかある歯切れの中からうちの母に、うんうん、感じのいいのチョイスしてって言ったら、母が選んだのがこれがいいんだよ、これがシックなんだよっていう風に言って出来上がった着物を着せてます。
まずこれを見ていただきたいんですが、いやもうなんかね、画面上に出てきた瞬間からエネルギーがすごいんですよ、このブライスちゃんは。それは着物の、うん、それとも人形の？あのね、やっぱりね、着物から来るエネルギーに影響を受けて人形自体のエネルギーが全体的に強くなってるんですよね、うん。あ、そうなんですか。そうなんですよね。はいはい、なんかもうちゃんとの、まあ、言ってしまえば、それこそ、まあ、見たまって言い方も正しくないのかもしれないんですけど、やっぱ精霊が宿ってますよね。あ、そうですか。以前、ほら、奈緒さんに見ていただいた、うんうんうん、サロンにあるブライス。うんうん、はいはいはい、はい。あれもなんか宿っているっていうことでよくおしゃべりしてるんですけれども、うんうん、これもやっぱり同じように精霊が宿ってる感じですか。宿ってます。はい。ちょっと、じゃあサロンにいるブライスと性質は違ってたりします？うん、全く違いますね。うん、うわ、すごいですね、もうね。この人形なんですけれども、いかがでしょうか？はい、いや、もうエネルギーすごいですね。エネルギーがすごい。ね、やっぱりそのサロンにいるブライスちゃんは割となんかこう、ほわほわっとしたエネルギーの子なんですよ。おっとりしてますよね。うん、おっとりして、うん。やっぱりこの子はね、ピシッとしてます。ちょっと厳しさもあり。うん、あ、そうなんですか。そう。どんな風に。なんて言うんだろうな。例えば、京子さんが何か、こう、ちょっと、まあ、例えば落ち込んでいたとするじゃないですか。その時は、カツを入れてくれますね。この子は。この子がですか。もう何してんの、ちゃんとしなさいよみたいな感じで。ごめんちゃい、うん、そうなんだ。っていうぐらい、やっぱりね、エネルギーがサロンにいることは全く違って、だからやっぱその、着物の影響っていうのは大きいんじゃないかな。もともと、ほら、受け継がれてきたものなので。うーん、着た方の。これはじゃあ、うん、じゃあ、もともと魂が入ってなかったけど、うん、この着物を着せたことで魂が入ったってことですか。そうですね、はい。精霊が宿りましたね。じゃあこれは着物の力っていうことでもあるのかな。大きいですね、うん、先祖なの。先祖っていうか祖父母の、うんうん、祖母の代からの思いが入ってるってことですかね、うん、そうですね。お母様もその着物は着ていらっしゃったんですか。多分そうだと思います、うん、こっちの、じゃあもう本当に代々こう受け継がれてきたいろんな強いエネルギーがある着物を着せているので、それに見合った精霊が入るんですよ。 あ、そうなんですか、はい。じゃあ着物にもともと精霊が入っていたわけではなく、着物のエネルギーに吸い寄せられるように精霊が入ったっていう、はい、うんうん、そうですそうです、うん、なるほど。すごいエネルギーです。存在感がありますね。でも悪いものではないんですね、うん、そうしたらね、どちらかといえば。ねえ、わかりました。ありがとう、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そうしたら、はい、もう一つ別の、今度はこけしかな。うんうんうん、こけしはこういうふうにいろいろと、うん、これ本格的なこけしですけれども、うんうん、こういうふうにちょっとラーメンとか、こけしなんかも最近はそういう可愛いのもあるんですね。こけし工事も今大変ですからね。なるほどね、うん、ええ、そうかそうかそうか。それで私はどちらかっていうとこういうおふざけタイプが好きなんですけど、好きなこけし工人かわいい、うんうんうん、でその好きなこけし工人が、この段の、うん、ちょっと待ってください、椅子ここなんですね。こう4つ同じようなお顔のこけしがありますけれども、うんうんうん、この右と右から2番目が同じ工人でもお亡くなりになりましたけれども、うんうんうん、森秀太郎さん、うん、森秀さんの愛称でおなじみなんですけれども、うんうんうん、森秀太郎さんという方なんですね、うんうん、あ、本当だ、お名前がちゃんとね、うんうん、もうこの方は本当に亡くなって、それでこの2本が森秀さんで、そして息子さん、うんうん、お弟子さんっていう、そういう並びなんです。だいたい受け継がれている、これアイヌ文様を使っているものですね。うん、でこれはいかが、うん、そうなんです。青森にもやはりアイヌの方いらしたので、うん、これもそうですし、全部アイヌ文様から来ています。うん、特殊なんですよ、だから他のこけしに比べてね。いかがでしょう、なんか霊視していただけたらと思いますが。いや、もうなんか一つ一つにきちんとエネルギーが込められていて、まあ、それは作られた方のエネルギーが主に入っていらっしゃるんですけど、あとやっぱりその、はい、どうしても
ね、あの人型であるじゃないですか、こけしっていうのは、はいはい、なのでやっぱり宿りやすいんだなっていうのを見てて感じますね、精霊が。ちょっと、はい、ちょっと変えますね、はい、この、うんうんうん、お人形にこけしさんになりますね、うん、森秀さんのこけしさん、ね、やっぱりこけしは宿るものなんだなと強く感じました、うん、あ、私ね、これその、うん、民芸品に対しての思い入れっていうのが実はね、このお家に霊現象がいろいろと起きた時に三輪明宏さんに来ていただいたんですよ、はいはい、で三輪明宏さんがお家の中を全部見てくださった時にね、うんうん、こんなもの置いちゃダメよって言われたのが民芸品だったんですよ。なるほど。で魂が入っちゃうから、うんうん、それで当時私が小学校中学校の頃、母が夜の寝も寝ずに働いて、うんうん、そして公園旅行なんかに行くと公園先のホテルの売店で多分買ってきてくれた民芸品、うん、それが嬉しくてね、私、うん、その本箱の一角にずっと並べて飾ってたのも全部捨てさせられたんです、うん、でその思いがあって、で、うん、まあもちろん三輪さんは良かれと思ってね、うんうん、そうしてくださったんだけど、それでちょっと民芸品に対するノスタルジーが強いんだと思うんですよ、他の人よりも、うん、それでなんか集めてしまうんだけれども、やっぱり民芸品っていうのはそういうふうなよりしろにはなりやすいっていうことですね、まあ、あとはまあ特にこけしっていうのはね、もともと100万通ってて、お経を入れる器でもあったんで、より寄ってきやすいですよね。あ、そうなんですか。そうなんです。だからちょっと、場合によっては良くない状態で放置してしまうと、浮かばれない未浄カレーが寄ってきやすいものでもあるから、その辺は確かに扱いは気をつけなきゃいけないっていうので、宮さんがおっしゃったのかなっていうふうには思うんですけど、まあ、京子さんのところにあるこけしはね、きちんとね、京子さんが大事にされてるので、まあ、そういった心配はないので、今は、本当に大事になさっていいんじゃないかなっていうふうに思いますよ。ああ、そうですか。ありがとうございます。はい、あんまりね、要するに、物は粗末にしちゃいけないっていう教えですよね。うん、そうですね。そうですね。大事、大事。つくも神っていうことですよね。はい。本当そうです。つくも神っていうのは、ね、えなんか、つくも神っていうのは、物には何かが宿るという考え方で、はい、ですよね。うん、大事に扱わないと、その宿ったものが起こるっていう感じです。うんうん、そうですね。そういうことですか。京子さんのところ、何体ぐらいこけしはあるんですか？今、そのコレクションルームに。ね、コレクションルームにですか？はい。ちょっと私、数えたことないですけども、うん、20、23、ちっちゃいやつも含めてですか、ね、はい、はい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 。ちっちゃいやつって。うん、ちっちゃいやつ入れたら、あ、50ぐらい。50ぐらい。ちょっとあるかな。これだって、ここだけ、ケースだけで40ぐらいあるよ。なるほどね。もっとあるんでしょうね。だとしたらね。300はあるよ、300。300ぐらいかな。こういう小さいのも入れたら、かわいい。かわいいでしょ。かわいい、かわいい。すごいかわいいですね。うん、かわいいんですよ。私はどちらかっていうと、こういうこけしが好みで、本格的なこけしっていうのはそれほどないです。あと、ここと、さっきの窓辺のところ、ここだけですね。あ、そう、あと、このこけし。あ、なんだ。このこけしはですね、はい、私が作りました。畑が入った。これ俺だぞ。そう、それは、これも。かわいい、めっちゃかわいいですね。お顔を描いたってことですか？作ったっていうのは。そうです。こういう生地の状態であって。あ、見えないな。あ、そうですね。切っとけよ。ごめん。その生地の状態のところに、色をつけたりするんです、ね。綺麗だよね。それはもう、ね、うん、猫、ね、ちゃん、猫ちゃんですね。これはね、これとペアで私が作る。かわいい、うん、すごい。いや、これに嫌なものが宿ったら困るなと思ってますけど。いや、今見た感じ、大丈夫ですね。大丈夫。大丈夫です。かわいい。まあ
まあそんな感じです。こけしに関してはこういった感じですね。すごい、はい。今まで見ていただいたこけしの中で気になるものってあります？どこだろう、一番最初、あれちょっと今一旦ぐるっとまたいいですか、見せてもらっても。はいはい、ここ、あれなんかな、古いものはどれが古いものですか？これ先ほど紹介した、うん、がこっち、これは古い、全体的に古いとは思います。これはもうお亡くなりに、こけし工人の方がお亡くなりになっている日本ですね。全体にこの辺はこれも古いと思います。この辺、あ、この辺かな。うん、なんかやっぱりいろんな思いがこもっているので、ええ、そうですね、この横のあたりも確かに、でももらいも、いただき物も多いんですよね。うん、そっかそっか、うん、京子さんが直接買った、うん、いただ買ったものではないってことですよね。じゃなくて、お菓子が好きだって言ったら、じゃあこれ持ってってっていうのが非常に多い。あ、もともと、飾ってあったものってことですか？そうですそうです、その方がどこかでもら、その方ももらったんだと思うんですけども、この大きいやつ、この2体なんか、うんうんうん、これもそうですね、これもいただき物です。どれか気になるものあります？うん、でもこの辺りはなんかちょっとエネルギーがやっぱりこう古いエネルギーを感じるんですよね。昔からのエネルギーっていうんですかね、はい、うんうん、うん、かなりなんかこう年季の入った精霊が宿ってるなって思いますよ。じいじいさんの精霊ですかね。これも、なんか後人の思いが込められてたりするっていうのは、うん、やっぱりね、あります。このこけしのお顔がやっぱりこう、はい、なんて言うんだろう、この一番向かってこう端にあるこの笑顔のこけしなんかはやっぱりこう作られた方が、はいはい、願いを込めてるんですよね。でこの笑顔の子に関しては本当にこう健やかに育っていくようにっていうような思いが何か入っているので、これを例えば子供にのあるご家庭のところにこう置いて子供の成長のために飾ってっていうことがあったんじゃないかなって感じますよ。なるほどね、はい。じゃあやっぱり一体一体作るときでも思いが、うん、そう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 なんですよ。一つ一つするのも、お顔が違うのもやっぱりその違うお顔の中に込められた思いっていうのがあるんでしょうね、うん、そうですね、うん、でもやっぱりなんかこの子もなんかよく昔って寝る子は育つっていうじゃないですか。はいはい、うん、そういう意味ではいっぱい食べていっぱい寝て大きくなるんだよっていう気持ちが伝わってきますね。なるほど、うん、わかりました。それじゃあ、最後に、まあ、ぬいぐるみなんですけども、はい。ぬいぐるみといっても、お手製ぬいぐるみ。はい。こちらのぬいぐるみなんですね。かわいい。これ、私が3歳の時に母が作ってくれたぬいぐるみで、うん、まあ、これは大事に大事にしてね、いつも寝る時も一緒だし、もうボロボロなので、今、ケースに入れてるんですよ。今日奈緒さんに見てもらおうと思ってケースを外したんですね、これはもう本当に大事にしてました。だなんか私の念も入ってるかなっていう感じなんですけどね。いや でもやっぱり伝わってくるのってお母様の念の方が強いですね、どちらかというとね。あ、そうですか。うん、なんかやっぱりね、心配 している念というか、まあ、その時もしかしたら作られた時に何て言うんだろうね、やっぱりこう京子さんのことを思って作ったからね、元気でいてほしいとか健康でいてほしいとかってそういう思いがあったんじゃないかなと思うんですけど、何かこう常に京子さんのことを、うんうん、気にかけてるエネルギーが伝わってきますね。ああ、そうですか。これはその中に、うん、精霊が宿っているのではなくて、うんうん、念みたいな感じ。そうですそうです、うん。じゃあさっきのブライスが、うん、母の思いなんですね。そうです。さっきのブライスはその着物の念から呼ばれた精霊が入っているということなんですね。うん、はい、そうです、うん、
でもその精霊はまるで親のようにカツを入れてきてるっていうことですね、うんはいはい、面白いもんですね、うん、なるほどそういうふうに違うんだ、はい、じゃあこれは念が入ってるんですね、うん、私の念も入ってると思うんだよな、すごい大事にしてたから。でもねやっぱりね、あのもちろん京子さんの念も感じるんですけども、お母様の念の方がやっぱりこう、うんまあ、今勝ってるというか、まあ、作った時にこうやっぱりね、作ってる時に入り込むエネルギーってやっぱりずっと消えないで残ってるんですよ。なるほど、うん、それはやっぱりさっきのこけしと通じるものがありますね。ありますね。それこそ、うん、作るっていうことはね、そう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 、そうなんですよ、うん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 、じゃあちょっとねもう一つ、はい、私が娘作ったぬいぐるみがあるんでそれと比べていただき、はい、すいません誰かあのうさちゃん持ってきてうさぎ持ってきて、あうさぎくにゃくにゃだねこれ。かわいい。あこれはなんかなんだろう、編み物で作ってるんですか。そうそうそう、あすごい、編みぐるみか、かわいいですね。私はもうこういうの増えてなんだけどちょっと一応頑張ったんですよ。すごいじゃないですか、娘が小さいとそうですか、もうくったくたなんだけど、これは何かやっぱり念みたいなの入ってます。もちろん京子さんの念ですねこれこそまさにあそうですか、込められてますね。 どんな念が入ってます。なんて言うんだろうな、あのなんて言うんだろう、例えばあのももちゃんの、まあ、しつけっていうんですかね、 あれやってこれしてこうしなさいよみたいなことって小さい頃よく、ね、おっしゃってたと思うんですけど、それがね伝わってくるんですあそういうことか、はい、なるほど。やっぱりまあ、未だに残ってる。そうそうそう、ほら、あの、小さい時って何かこう、ね、まあ、せかさなきゃいけない場面もあったりするじゃないですか。はいはい。うん、そういうのがね、あの、まあ、会話のように聞こえてくるっていうんですかね。ああ、なるほどね。でも常にそれはもう、あの、ももちゃんのことを考えて、そういうふうに、なんていうの、まあ、作られたものなんで、思いやってのを、エネルギーではあるんだけれども、その時のなんて言うんだろうな、あの生活の雰囲気みたいなものも同時に伝わってきて、ある意味で面白いなって思っちゃいました、今。面白いよね。タイムスリップしてるんですね。そう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 。うん、この2体のぬいぐるみなんですけど、やっぱり親がここに作っているっていう共通点はあるんですけれども、うんうん、なんか、はい、特徴というか違いみたいなのってありますか。うん、そうですね、あの同じこう思う気持ちであることは間違いなく同じなんですけれども、例えばあの佐藤先生が作られた方に関しては、まあ、おそらくやっぱり先生はお忙しい方だったから直接何か面倒見るっていうことが、まあ京子さんがももちゃんを、ね、育てた時ほどできなかったんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。だからなんかこうなんて言うんだろうな、とにかく元気で育ってほしい、体もね健康でいてほしいとか、そういう思いがとにかく伝わってきていて、京子さんが作られた方は、うんうん、もう京子さんが直接的にやっぱりあの面倒を見ていく中で心配して出てきた言葉なんかが込められているので、うんうん、なんかこうちょっと関わり方がね、その母、同じ母と子っていう立場でも関わり方が違ったんじゃないかなっていうのが、ね、まあぬいぐるみから伝わってくるんですよ。うん、なるほど、エネルギーの質の違いですね。そう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 、うん、うーん、なるほど、分かりました、ありがとうございます、はい、ではまあこんな感じですけど、何かこう部屋をぐるりと見て、はい、気になるものがいや、まあ、どっちかっていうと気になるものだらけではあるっていうことなんですけどいや、すべてになんかやっぱりエネルギーが込められているし、京子さんの思いも込められているし、何一つ、はい、なんていうの、空っぽのものがないっていうんですかね。で私ね、ここでね、うん、昼寝するのすごく安らかに寝られるんですよ。ああ、なるほどね。以前あれを一度奈緒さんここの部屋に来てくれた時に、おもちゃはみんな京子さんの味方ですねって言ってくれたんですよ。うん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 。それは今も変わらず？それは変わりませんね。
味方であってくれてんのかな。もちろんです。本当にありがとう、うん、おもちゃが味方っていうのもね、いやそれだけね大切にされてるからですよ京子さんが。あ、そうなのかな、うん、さっきの一番最初のつくも神の話ですね、うん、そう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 ですね、うんうん、なるほど、はい、いやありがとうございました。ありがとうございます。お恥ずかしい次第でございます。今回に何回目ぐらいかな。何が収録がですか。うん、いやいや、放送回数が。あ、放送回数が。うん、3年ぐらいやってるのかな。そうです。ちょっと、あれですね。調べたいです、ね。今までの中で一番僕喋ってないですね。確かに。間違いなく。もう何も喋りませんでした。なるほど。確かにですね。いや、でも、この、なんか、新鮮ですね。今回のこのスタイル。ねえ。そして皆さんやっぱりこう杉山ハウスに興味があり京子さんのコレクションルームに興味がありっていう方が非常にたくさんいらっしゃると思うので、今回もですね、この放送回見た方かなりなんて嬉しいんじゃないかなと思いますよ。喜んでらっしゃるんじゃない、かなりドン引きするんじゃないかと心配してるんですけど。さっきからさ、はい、ずっとね耳鳴りがしてるんですよ。なるほど。うん、まあ、今回ね、京子さんのコレクションルームをメインにね、撮っていただきましたけど、実はいろんな言われのあるお家ですものね、そちらの杉山ハウスに関しては。すごいね、耳鳴りが。今更ですね。この耳鳴りの謎は解明しないで、スルーですね。わかりました。また、次回。なんかこっちからが見るとね、何かいろいろ飛んでるように見えちゃうから、あんまり話さない方がいいのかなぐらいな感じの。まあ最後の最後でちょっと言っちゃいましたけど、黙って言おうと思ってたんですけどね。はい、で今度それを教えてください。そうですね、はい、また来月もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。